今回のまあ衝突に至る背景というところを木村さんから少し解説いただけませんか。はい、わかりました。そうですね。まあ、大体日本では、そのやはり何かが起こったときに、起こった事実がメインで報道されることが多いと思うんですけれども、まあ、そういう意味では今回も、まあ、ガザに拠点を持つイスラム教の武装勢力であるハマスからですね、まあ、攻撃が仕掛けられたということは、まあ、事実ではありますけれども、結局、攻撃を仕掛ける背景というのがありますので、その点をちょっと簡単にお話ししたいと思います。で、まあ、大きく2つあるかなと思っていまして、まあ、1つはですね、まあ、ヨルダン川西岸地区、パレスチナの一部ではありますけれども、その特にヨルダン川西岸地区で、まあ、去年あたりからですね、イスラエルからの攻撃というのが、まあ、非常に増えてきて、犠牲者もですね、現時点ですね、もう、200人近くの方が亡くなっているという状況が発生しています。ヨルダン川西岸地区のジェニンというところにある難民キャンプで、いきなり、まあ、イスラエル軍が急襲をしてですね、たくさんの方が犠牲になるという、そういうことも起こりました。で、そういったやはり、イスラエルによる、まあ、攻撃ですね、相次ぐ攻撃に対する報復ということが、まあ、一つ意味合いが今回の、ハマス側からのロケット攻撃というところの背景にあるかなと思っています。で、もう一つがですね、まあ、これが大きなこうきっかけにはなったのかなというふうに思うんですけれども、エルサレムの旧市街に神殿の丘という、まあ、エリアがあります。で、そこはですね、まあ、もともと、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それぞれの宗教の、まあ、聖地として、あるんですけれども、まあ、今の状、現在はですね、その神殿の丘に、を訪問することは誰でもできるんですね。私もできます。ただ、その敷地内に、まあ、アルアクサモスクとか岩のドームとか、まあ、イスラム教のですね、聖地と呼ばれる場所がありまして、まあ、その中に訪問してお祈りする、まあ、礼拝するということは、イスラム教徒の特権として認められていて、その他のユダヤ教徒ですとか、キリスト教徒ですとか、まあ、その他の宗教の人たちが、その敷地内で礼拝を行うことは禁止されているんですね。ただ、でも今回、まあ、5000人を超えると言われている、まあ、ユダヤ教徒がですね、その敷地内に入って、まあ、礼拝とおぼしき行為をしたということで、まあ、それに対してイスラム教の聖地を荒らしたというふうにハマス側がそれを捉えて攻撃を仕掛けたということが、まあ、一部報道されていました。やはりアルアクサにそういったユダヤ教の人たちが侵入したということが、まあ、一つのきっかけになりましたので、割とそのアルアクサというのはイスラム教徒にとってはとても大事な聖地なので、まあ、そこをなんか荒らされたというふうなことがあると、まあ、それをこう、なんですか、それがトリガーというか引き金になって、こういったことが起こることが、まあ、私ここに駐在して2年半、3年近くになりますけれども、まあ、大体のこうパターンというか、かなというふうには見ています。